おはようございます。ちょっと緩めの情報番組、プッシュアップモーニング。この番組はバロット放送局アナウンサー花谷舞がお届けします。本日は8月24日金曜日です。ここ最近は毎日熱帯夜が続いています。皆さん体調大丈夫ですか？なかなか暑くて寝られない、そして寝ていても目を覚ましてしまうなどで睡眠不足なんて方もいるかもしれません。逆にこう目が覚めないように、暑さで目が覚めないように冷房を効かせすぎてなんだか体がちょっとだるいななんて方もいるかもしれませんが、今日は金曜日です。今日乗り切ればお休みの方もいると思います。今日も一日頑張りましょう。さて、本日8月24日は愛酒の日です。酒をこよなく愛した歌人、和歌山牧水の1885年の誕生日にちなんでいます。ということで本日は愛酒の日、今日が終われば、お仕事が終わればお酒を飲むなんて朝から考えている方、今日は愛酒の日です。大好きなお酒を飲みましょう。そんな8月24日、本日スカイツリーのお天気は晴れ。予想最高気温は昨日と同じ34度となっています。ということで本日も晴れ、今朝も綺麗な青空が広がっています。日中も気持ちよく晴れるそうです。しかし本日も気温が34度、ここ毎日34度が続いています。また体力を奪われるような暑さが本日も続くということです。皆さんしっかり熱中症対策行ってください。平年よりも3度前後高い34度です。朝晩に打ち水をするのも涼しくなっていいかなと思います。今日も暑いですけど皆さん乗り切っていきましょう。では CM を挟んで今朝のニュースをお届けします。本日も最後まで聞いてください。